さあ、それではやっていきましょう。バンジョ、ドンキーコング64。今回は、そうですね、この前回解放したと思われる、このマッドファクトリーメインのエリアであると思われます。ここの中央のね、吹き抜けフロアを攻略していきたいと思います。では、タイニー、早速バナナバルーンをね、ゲットしたところで、上に行こうか。青みたい。違う、上じゃないよ、スイッチだ。スイッチ、それじゃないよ。どの辺に、こっちの方だっけか。これチャンキーだな。で、ビールの瓶があって、はい、これだ。さあ、どこに現れる。お、あるねー、怖いねー、怖いのがあるよ。さあ、ここを登っていけばいいか。お、ちょうどいいところにバナナもあるね。バナナ取って、バナナ、あー、分かりにくい、分かりにくいよ。 3D でそういうのは分かりにくいんだから。 OK、 飛んで飛んで、タイニー飛んで飛んで、タイニー飛んで、そこじゃない。同じことを2度やった。3度目の正直だ。行くぞタイニー、飛ん、ほっ、ほっ、ほっ、いいぞ、ほっ、よーし、いいね、くるくるって、まいっちょ、くるくる、届くか。おー、いいね、いいね、いいね、よいしょ。さあ、バナナメダルゲットして、よいしょ。おう、そっから微妙に距離があるな。しかしタイニーならいける。いくぞー、とう、くるくる、割とキリじゃないか。先にあのコイン取ろう。ウィーって、いいね、バナナもあるね。いくぞ、よーっしょ。さあ、それではゴールデンバナナチャレンジ。ヤイヤコング、ゴールデンバナナを狙って撃て。コングには当てないでね。 A でスイカを発射。スイカがなくなったら真ん中のスイカマークに当てればチャージができるぞ。さあ、あ、あ、見えない。あ、そういうことか。右上、左下、右下、左上、左下、右上、右上、降りろー。ああ、あ、あ、他のコングに当てたとヒット数増えちゃうんだな。右下、よし、ウェルドーン、よくできました、よくできました。オッケー、そう、オッケー、それじゃあ次のコングに行こうか。の、と、次のコングは誰にしよっかな。よし、ランキー、お前だ。ランキーの出番だ。ランキー、まずはスイッチ押しに行こう。よいしょ、1ダメージ。そこチャンキーだよ。まっすぐ行って、そこはさっき、さっき、さっきじゃないな、ディディで押した。それだ。さあ、コングスラム。お、直接だね。おお、バナナ、よし、あそこまで行くぞ。よいしょ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。さあ、まずあのコインからね。コインも確実に取っていこう。どこでたくさん必要になるかわからない。よいしょ、あれ、今取れない、取れなかった。あー、取れた取れた。ギャーッと、危ない危ない危ない。ナイスな対空能力だよ、ランキー。よし、ジャンプ、よし、いくぞ、せーの、とう。さあ、ランキーはここまっすぐ行って、バナナがあるよ。バナナバルーンを発射、てーてーてー、グレープシューター、どうも、ミシューター。オッケー、そうした。なんか今チラッと下の方に見えたな。まあ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 、あれは後に、あれは後に、まずはこの先にあるね、ゴールデンバナナを取りに行こう。よいしょ、ゆっくりになった時に、ゆっくりになった時に、ゆっくりになった時に、いいよ。さあさあ、慎重に行け、ランキー、慎重に慎重に。よいしょ、おーい、慎重にと言っただろ。
さあ慎重に、ちょっとずつでいい、ちょっとずつでいいぞ、ちょっとずつ、ちょっとずつでいいならラッキー、ちょっとずつ、ちょっとあーうち。さて、じゃあこっちだな。でしょう、本来こっちのが先なんだろうなと。ウェイクダンス、バナナ、バナナ、バナナ、オーケー、メダルゲット、バナナ。そうしたらさっきのところだな。でしょ、慎重に行け、慎重に行け。それじゃないな、グレープシューターしまって、そうそうそう、それで慎重に、慎重に行けよランキー。ゆっくりゆっくりでいいんだ、ゆっくりでいいんだランキー。まっすぐまっすぐ、そう気をつけろ、そこをしたところだぞ、気をつけろランキー。ランキーちょっとずれてるよ、もう少々いいよ、まっすぐまっすぐ、そろーり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 、ちょっと最後は大胆にジャンプとね、ドンキンコン、オッケー。さあそれではネクストコングイーズ、さあおおチャンキー、チャンキー、チャンキー、それ登って、そうそうそう、気をつけて、チャンキー、コインがいっぱいあるよ、コインが、コイン取ろうか、おそうそう、コイン取ってこ、オッケー、おいいところに乗るじゃないかチャンキー、そこなら動かなくていいな、チャンキーいいぞ。さあチャンキー、次はちょっと危険だぞ、あのクルクルしてるやつを、クルクルしてるやつを、おーし、お前もクルクル、お前もクルクル、いいぞ、よーし、クルクルしすぎだ、クルクルしすぎだぞ、クル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 中、クルクル中、チャンキー。さあそしたらその今度はまたそのクルクルに乗るんだ、そのクルクルクルリンのようなやつに乗るんだ、ジャンプ、はいクルクル、オッケー。たらここのバナナを集めていこうか、チャンキー、チャンキー、オーケー、チャンキー、チャンキー、もうちょっとそこで、そこに、そこにいるんだチャンキー、オーケー。今度は端っちょの方行こうか、端っちょの方にもバナナもあるぞ、そう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 、よしよし、オーケー、メダルゲット。これでこのステージは大体がメダルゲットしたか、目の前にバナナあったな、でもあれ場所が違うな、よし、そしたらそこ登るぞチャンキー、チャンキー、そうだスイッチを押していない、よいしょ、おーバナナを、くるくるくるりんの真ん中にバナナが、しかしあれプレスされたって大丈夫か、大丈夫か、お時間制限か、それはつらいな、だがあの場所ならワープしてちょろんっていけばいけるな、よしチャンキーミスるなよ、さあ次のまで時間はあるんだ、99秒もあったんだ時間は、おーしゃー、さあそれが開いた瞬間に、開いた瞬間に、開いた瞬間にゲット、ドンキーコン、いいね、68個、さてそれじゃあこのエリアに別れを告げる前にちょろんとだけドンキーになってね、ドンキーになって設計図をゲットしよう、おーい、よし行くぞドンキー、ドンキー、ドンキー、さあそこ、あそこはちょっと取りにくいな、取りにくいというか行きにくいな、あのさ、あの衝撃波に落とされそうな気しかしないので、オレンジボム、オレンジボムからの、オレンジボムからの当たってないぞ、もういい、こんなスカンダルビーガーズヤンイェーコーナーバンビグファストゥーヨングトゥーエンカースメンバーオンザディケクハッオーケー、設計図アウチ、まあ問題ない、行こう。さてそれではお待たせいたしました、いよいよステージ3のボスにね、挑むための準備をしようと。さあ今回必要なバナナの数は200本、まずはバドンキー、てめえのバナナを100本差し出すんだ。さああのカバくんがどん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 超えていく、どんどん超えていくぞ、さあどんどん大きくなるんだカバくん、あのピンクの豚さんをドカーンってできるくらいに、さあせーの、ドスイン、ちょっとジャンプすれば届くよな、それな。さあ次のコングは誰にあげようかな、誰であげよう、誰であげようかな、ディディであげよう、ディディ70個、70個か、ディディまだメダル取れてないんだな。
さあランキーも上げてないし、タイニーも上げてないし、チャンキーも上げてない。まあドンキーは全部上げた。ならばランキー、君のバナナをやっぱやめた。タイニーにしよう。タイニースタイニーもやめよう。チャンキーだな。やっぱそこはチャンキーでしょ。チャンキーどんだけ気に入ってるんだお前はってね。さあチャンキー、チャンキーのバナナをよいしょ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 、多いぞ。ぴょんと届くよな、それな。届いてるだろそれ。さあそれじゃランキー、ランキー君のバナナもあの青い青いカバ君に提供するんだ。さあさあ、オッケー、200個全部あげ到達と。ガッチャンコガッチャンコして、さあ誰で行くんだいこのボスは。このボス、お、タイニーか。タイニー、タイニー火力ないけどいいの。キラ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 ーっとね。さあそれじゃあタイニー、タイニータイニー行こうか。よーし、タイニー行くぞ。さあ、ん、なんかメカニカルな、メカニカルな場所だね。よいしょ、おお、登っちゃった。え、わあ、なに、 4×4 の16マスのパネルがリジェクト。ああ、なんか降ってきた。なに、ああ、飛んでくる。ビョビョーンって、ハテナボックスだな。ハテナボックスから何が出る。キノコかい、キノコが出るのかい、キノコが出るのかい。おお、でかくなって、ああ、なんだこいつ、びっくり箱だろ、びっくり箱は。なんだ、なんかどこぞの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 フォンドロロイさんが。ふぃー、さあさあ、とりあえずどうすればいいんだこいつ。とりあえず逃げるか。まずは逃げよう。あ、だからタイニーか。このタイニーの対空空中移動能力、これがないとこいつにはかなわないだろう。かなわないというか、殴ることすらかなってないぜ。どうすればいい、どうすればいい。あ、出てきた。何してくる。ああ、あ、痛い痛い。何してくる。とりあえずとりあえず移動しよう。あ、なんか奥の方になんかある。さあ、ああ、触れない、触れないか。さあ、あ、戻ってこれるんだね。で、あ、仕切り直しみたいな感じか。落ちたら仕切り直しだな。よし、さあそれタイニー取れ、あーい。さあワンモアトライだタイニー。よいしょ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 。さあさあ、近いぞ近いぞ、あのびっくり箱野郎が近いぞ。フォンドルロイさんが近い。あー、逃げろ逃げろー逃げろー。そろ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 、あー、出てきた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 から、どうしようってんだ。あー、危ない、投げてきたぞ。レア車の投擲は気をつけろ、かなりの精度で当ててくる。今はまだいいかもしれないが後半きついぞ。さあ、あ、奥の方になんかあるな、奥の方になんかある、あれかな。あいって、よいしょ、いくぞ、よいしょ、よしよし、これこれをこれを、青だろ青だろ、パシュン。あー、ちょっと、あれ、タイニー、ちょ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 、自爆か自爆か、タイニー。うーん、どうすればいいんだ。奥の方にもう一個あったからな、さっき多分もう一個の方が正解だったんだろうな。というわけでもう一回逃げろタイニー、タイニーとりあえず逃げて。さあよし、今度どこに現れた、どこに現れた。あっちか、あれだな、おし、あれだな、白白、あっちか、おーしゃ、バチバチ。あ、煙入ってる、煙入ってる、よいしょ。あ、今のを何回かやればいいのか。あ、そっちない、そっちない、そっちじゃないよ、危ない危ないよ。あ、そっちある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 から大丈夫、あるから大丈夫、逃げろ。タイニータイニー、間に合わなくなっても知らんぞ。タイニータイニージャンプ、タイニータイニー飛んで、危ない、タイニーギリギリだよ、タイニータイニーギリギリ、タイニーギリギリ、もういいもういい、 2×2 で戦おう、 2×2 で戦おう。よいしょ、あ、あっちにある、あっちにある、
あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえって、あ、いたー、あーはは、タイニー。こいつなかなかやりおるな。一面のやつとも二面のやつとも全然強さが違う。こいつのが強い気がする。でもこいつはまだ逃げ回る、逃げ回るのに時間かかるからな。まずでしょ。ほんでなんかもうね、笑ってるけど、あいつ笑ってるけど、あいつの泣き顔はみたいな。でしょ。あいつに一泡吹かしてやろうぜ。名前も知らない、名前も知らないびっくり箱野郎に。そっちと反対、そっち、オーケー、そっちこっち飛んで、おーし、ドン。よいしょ、飛んで飛んで飛んで、もう 2×2 でやり合えばいいぞ。 2×2 でいい、 2×2 で。そう、まあ、こんなやつにね 4×4 なんて必要ないんだよ。16マスもいらない、4マスでいい。よいしょ。さあ、どこに現れた、どこに現れた。あー、遠いな。あー、いったー。あー、タイニー。そう、レア車なかなかやるな。てか、まだ大してそんなにホーミングされてないよ、まだ。さあ、逃げろ。あー、そっちじゃない。危ないよー。おー、待ってくれた。あいつ、対空で待ってくれたよ。空中で待ってくれた。優しい。あのびっくり箱、実は紳士か。そうか、マッドファクトリーおもちゃ作ってたからな、それでびっくり箱か。でも実際びっくり箱ってどんな需要があるんだろう。よいしょ、おう、よいしょ、よいしょ、あったあったあった。残り1、残り1だ。気をつけろ、タイニー、タイニー、とりあえずそれそれそれだよ、タイニー。まあいいや、とりあえず逃げよう、とりあえず逃げよう。すごい、自分が操作してないかのような、自分が今実況しながら操作していないかのような発言が目立つな。そりゃそうだよ、この声は今回のパートの声は全部後取りです。なのでね、実況するような、そんな実況ボイス入ってないからまた新たに実況してるんだけどっていうね。それだったらもう字幕でいいじゃないか。でもう一回喋るね、もう一回喋る。そんなこと言ってる前にタイニーピンチだぞ、お前。自分ピンチだってこと分かってるか。ピンチピンチ、タイニー、あまちゃー、はははは、くそーくそーくそー、もう一回だタイニー。次なら、ま、次は負けない、次は負けない。さあさあ行くぞ。すでに何回かダメージを与えていると思う。とりあえず逃げろ、逃げろ、とりあえず逃げろ、タイニー。やることは全部一緒なんだ。逃げて、避けて、コングスラム。逃げて、避けて、コングスラム。逃げて、避けて、コングスラム。現れたぞ、奴の斜め後方。今は横、よし。予測打ちなんてさせない。バチバチ。さあ、逃げるぞ、もう一回。そっちだ、タイニー。また 2×2 で、 2×2 で逃げればいいぞ、タイニー。 2×2、 2×2、 なんで 3×3 にした。さあ行くぞ、こっから、こっから 2×2 だな、こっから 2×2 で戦おう。さあ、あー、しまったーい。はい、仕切り直し、仕切り直しの、さあ来いよ、来いよ宝箱。こっち来るまですげえ早いんだ、お前は。さあ、2×2 で飛ぶのさ、タイニーが飛ぶのさ、タイニーとびっくり箱、あいつのビームは強烈だ。バシュー。さあ逃げるぞ、タイニー。ソウタが発動したところで逃げるぞ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、そういそうい。決してラーメンをかぶしてるわけじゃない。逃げろ、逃げろ、タイニー。
しょ。よいしょ。さあ、現れたぞ。あいつは今、白の上にいる。白の上にいるから、まっすぐ行けばいいぞ。あ、いたー。当たっちゃったー。初ダメージ。よいしょ。オッケー。さあ。よいしょよいしょ。ギリギリだギリギリだぞタイニー。ギリギリだ。逃げろタイニー。タイニー、お前なら逃げ切れる。お前なら逃げ切る。お前なら対空できる。よしよしよし、後ろだ。奴の弾に気をつけろ。なんだ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 。なになに、おーい、危ねえ。ビーム、強烈なビームを。さあ、食らいやがれ。ビリビリ。本当にどこぞのフォンドル、なんでもないです。透明になったらどう。だが、だけど、まあ、キラキラが目立ってるからよくわかるぞ。よいしょ。結局は一緒だ。2×2。2×2 で避ければいける。2×2 でね、小さな円を作るように逃げ切ればいけるよ。大丈夫だタイニー、お前ならやれる。なんか強烈なビームを打ってきたかもしれないけれど大丈夫だな。お前なら勝てる、お前なら勝てる、お前ならやれるぞタイニー。いくぞタイニー。ディクシーの妹とかいう設定がアメリカにはあるらしいけれども、日本じゃそんなの知ったこっちゃねえ。それでとどめだ。バッ、おお、バチバチじゃない。何そのやられ方、なんか T&J みたいな。どこぞの猫みたい。勝ったよ。ドンキーコン。オッケー。やったぜ、タイニー。よし。ドンキーコン。オッケー。さて、それ、おー、もう入れないか、やっぱり。それでは、マッドファクトリー、まだまだ、ね、バナナと取り残してはいますが、今回次行きたいと思います。今後、今回のようなことがないようにしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それではありがとうございました。